ハイパーツアーダーということで、まあ、見た感じはエルグランドっぽい、デザインになっています。ちょっとこうちょっとそのホイールがすごいことになってますね。はい、で、フロントがこういう、あ、このエンブレムかっこいいですね。立体的になっています。で、ここ空間ありますね。空間がこれ全部液晶パネルでキラキラしてたんですね。いやーすごいな。で、フロントにハイパーツアーラーとか書いてあります。はい。で、もうサイドの多分この辺にカメラを仕込んでですね、サイドミラーの代わりにしようというような形のデザインだと思いますけれども、こんな感じで。サイドは非常にフラットなんですけれども、ある程度こうね彫り込みを入れて、まあ、立体感を強調していて、で特にリアのですね、このサイドからリアのこのフェンダーに流れるライン、直線的でありながらこうやってコンケーブっていうのを、ね、削り込んでいるっていう形になってます。で、まあリアホイールでこのバンパーが低いこんなんですよ。こんな車高ですよ。っていうか、まあ、全体的に車高が低いな。はいはい、でこれがテールランプになってますけれども、テールランプもですね、はい、この日産、これはロゴじゃなくてディスプレイで表示されてます。でこれが奥にですね、透明なパネルの奥側に液晶が入っているので、まあ、立体的に見えるというような状況ですね。はい、こんな感じで一周してきましたので、はい、ドア開きました。ですね、観音開きですね。非常に大きく開いていて、で中の、セダンなんだけれども、四座がですね、こう対面シートになっていて、非常にくつろげる空間になっています。多分これはですね、自動運転モードみたいな形で、運転しないときはこんな形で対面シートで4人がですね、ゆったり足を伸ばしてくつろげる空間になっているというものですね。でさらにリアシートの裏には、まあ2座。座れるような形の、シートっぽいものがついているので、まあ、最高6名乗車ですかね。で、シート自体はこういう形で浮いている構造になっていて、さらにフロアはですね、やはり液晶パネルがあって、これにはなんかイメージのなんか水面みたいなですね、イメージの映像が今映し出されているというような状況です。はい、でですね、天井がですねシースルーになっていて、まあ、ムーンルーフというか、なんというか、サンルーフ、みたいな形で、開きはしないんですけど、まあ、完全に、プラスエリアになっているという状況ですね。これもですね、立体的にピラーが通ってるんですけど、ここに空間があるというような形です。ものすごい細かい、造形になっているのが特徴です。で、運転席の前にはですね、あそこにもやっぱり液晶パネルがあって、多分あそこに、メーターとかインフォメーションとかが映し出されるね。はい、であそこには運転席の、ハンドルがついているという状況です。はい、はい、ということなので、まあシートは実際に運転するときには回転して前の方を向いて、運転ができるようになるというような話です。はい、でこれ多分ですね、ハイパーツアーラー、こんな形でですね、非常に大きな、ヒンジでですね、このドアを支えているというような状況です。はい、というところでドアを閉めると、このような形で、まあ、綺麗にフラットサーフェスになっていてですね、まあ、これも非常に上品なゴールドな、塗装になっているというものになります。